皆さんこんにちは、竹内です。5月の24日の、リンゴルフフィーチャーズトーナメントに向けて、これから世界一周、航空券を使って日本まで行きたいと思います。今回は、スターアライアンスの、世界一周シーズンを使用します。興味のある方はご覧ください。無事ルーメリディアに着きました。クラブラウンジに来ています。外の景色はこんな感じです。タイに来ると必ず来るタイチャイニーズのお店のソンブンシーフードレストランに来ています。今日はお気に入りのタイのオーセンティックなレストランのバナナハウスに行く予定だったのですが、なくなっていました。このお店はフーパッポンカレー、卵ふわふわソースで有名なお店です。コロナを機に内装を変えたようです。この建物は5階建てぐらいで、予約をしなくても結構入れます。テナガエビのガーリック蒸し煮、広東スタイルです。これもとても美味しいです。これは小ぶりの牡蠣の卵焼きです。これもこちらに来ると必ず頼みます。超美味しいです。ルーメリディアンの朝食にやってきました。スープ、炒め物、ライスにかけるやつ、タイのヌードル、野菜スープ、ほうれん草、お豆、チャーハンになってます。今日は日本食なので温玉、鮭、ごきカレーライスっぽい、ここはヌードルステーションです。肉まん、カスタードバンでした。これはシューマイ、ここはいろいろとパン関係、卵関係を作ってくれるみたいです。こんな感じになっています。あとワッフルも焼いてくれます。さっきちょっと爆発音もしてました。ここはパンコーンです。かなり充実したバフです。皆さんこんにちは、竹内です。タイ到着2日目、超暑いです。40度タイカントリークラブに来てます。3年ぶりです。相変わらず綺麗なんですが、汗が滝のように流れています。5番ホールパー5です。これがティーショット打ちます。次6番ホールですが、なんかさっきから鳥が騒いでいたと思ったら、でっかいトカゲがいました。狙っていたんでしょうか。鳥の巣を、全長1メートルぐらいあります。あ、潜っちゃいました。一番 T からの眺めになってます。3年前まではほとんど毎年のように来ている私のお気に入りのゴルフコースです。いよいよタイカントリー18番413ヤードパー4やってきました。こんな感じで左側が池になって、やはりタイは池絡みのホールが非常に多いです。ワンゴトゥリーに来ました。トントロ、これはなんか見栄えがいいんで頼みましたけど、なんだかよくわかりません。とイカの、チリとの唐揚げです。マンゴートゥリーのおしゃれな内装です。こんな感じになってます。おはようございます。今日は、タイゴルフ2日目、
ハナスティカントリークラブに来ています。ブルーメリディアンから約30分ぐらいのところにあるゲーティッドコミュニティで、マンションと、その他いろいろな複合施設が開発された場所です。それでは1番パー5、ティーショットいきます。手前ショットバンカーウォーターハザードに囲まれたホールがこんな感じです。左右ウォーターハザードです。タナスティカントリークラブのゴルフコース沿いの家はかなり豪邸なんですけれども、なんと14番のこの白い塀に囲まれた家は現在の入れ墨の入った王様の別邸だそうです。この小さい小屋は多分王様が来ている時に守衛が立つ小屋だと思われます。18番、1打目へぼったのでレイアップして残り100ヤード今日からの景色になります。こんな感じです。前方です。水だらけです。水だらけです。旅も終盤に近くなり、明日のリンゴルフフューチャーズトーナメントの撮影のため今日これからバンコクを出発します。2時間乗り継ぎ時間があるので、タイのロイヤルオーキッドラウンジで休息を取ります。 ANA は予約が取れませんでした。ということで今回は TG で行きます。こんな感じです。サンドイッチちょっと甘そうな感じのシューマイ、酢豚系でしょうか、ライスチャーハンです。シンタール、タイのシンタール。ここにはバーがあり、ワイン系はこちらで頼むようです。 Thank you。 で久しぶりの熱海に来ています。熱海の街並みです。旅も最終段階に行ってきました。今日は海外にいて一番恋しくなる温泉にやってきました。熱海の湯布です。水の音で清涼感たっぷりです。2階建ての建物に32部屋ありそうです。高級感のある作りになってます。こんな感じです。露天風呂がついてます。24時間かけ流しの露天風呂です。部屋の露天風呂からのバルコニーのプライベートな景色です。やはり海外に住んでいると一番恋しくなるのは温泉なので、帰ってくるとこの夫婦に来ることにしています。5月から暖かくなってくるとむしろ多くなり、蚊取り線香が備え付けてあります。でもやはり温泉は私は冬派です。コロナも終わり、熱海もあそこのさらに活気が戻ってきました。ニンニク用とあとアジのこちら生姜用サバ牛です。ノドグロが出てきました。
など黒いでしょうか。なるほど黒です。ハマグリのドビンにします。やっぱり日本の食事が一番美味しいです。カニクリームプラスチーズを針巻きの皮で巻いた揚げ物です。自家製タルタルソース、ソースと洋辛子で大変だそうです。旅もいよいよ最後の号で、これから成田ロサンゼルスに帰ります。これはエンドスの3ハワイ行きでしょうか。私はこれからロサンゼルス行きに乗って帰ります。現地の飛行機です。皆さんこんにちは、竹内です。これから少々世界収支旅券に関して説明したいと思います。これは私が5月に世界一周の周遊券で世界一周したものですが、この時はスターアライアンスを使いました。今回は、ビジネスクラスの世界一周周遊券を使用しました。世界一周をする時には、大前提として、偏西風が西から東に吹いてますので、必ず西から東に移動しないと合計で10時間ほど多く飛行機に乗っていなくてはならないので、私は必ず先にヨーロッパに行くことにしています。ということで工程を説明させていただきます。スターアライアンスグループの航空会社を使わなくてはいけませんということで、まずはリスボンに行きました。ロサンゼルスフランクフルト、フランクフルトリスボン、ロサンゼルスフランクフルトのポイントはここに見えている通り、プレミアムポイントは7500ポイント、1番137マイル、それからフランクフルト・リスボンは1256マイル。リスボンからですね、日本に行ったんですが、その際はルフトハンザで、リスボンからミュンヘン、それからミュンヘンから、羽田まで ANA と。ANA は1万255、リスボンに行くは2159マイル。たまるわけなんですけれども、世界一周するときのルールでスターアライアンスはトランスファー、ストップオーバー、これちょっと説明しないといけないんですけど、トランスファーというのは24時間以内に乗り換え、ストップオーバーというのは24時間以上のステイをすることをストップオーバーと言うんですけれども、今回はリスボンでストップオーバーをしました。スターアライアンスの世界一周周遊券は、一つの都市のストップオーバーが1回、それと、一つの都市のトランスファーは3回までというような制約があるために、少々、難しい使い方をしないとなりません。特に、私は日本人ですので、日本での滞在が多く、東京のストップオーバーが1回、トランスファーが2回から3回を強要されるわけですが、できればストップオーバーのできる数を2回ぐらいにしてもらえると、楽に使用できると思います。まあ、とりあえずともあれ、今回はリスボンにストップオーバー、フランクフルトはトランスファーということで、リスボンに乗ってから、羽田まで行きました。で、先ほど説明したように東京でのストップオーバー1回しかできないので、東京に着いてすぐ、羽田に乗り換え、東京、沖縄ということで往復して、東京まで帰ってきてトランスファーしてバンコックまで、行きました。これで、2回のトランスファーを使用しました。で、バンコクから帰ってきてストップオーバーという形で1週間日本にいてロサンゼルスに帰るという強行スケジュールになってしまったわけなんですが、この辺が、スターアライアンスの使いにくいところで、
また、ビジネスクラスを運営したにもかかわらず、日本国内線は ANA ではプレミアムクラスに載せておりません。ファーストクラスの周遊券を買うと、ファーストクラス、プレミアムクラスに乗せてくれるんですが、ビジネスクラスで乗せてくれない。これはちょっと、ANA は考えた方がいいんじゃないかと思います。 JAL は、JAL というかワンワールドの、ビジネスクラスの周遊券を買った場合には JAL の場合は、クラス J にしてくれますので、これはちょっと、無価来たところです。ということで、5月の世界一周に関しては全部で、約、4万マイル貯まりました。また7月に旅するときにも映像を撮り、どのぐらいマイルが稼げたか、報告させていただきます。